中国の広東省でのテスラ Y モデルの暴走の映像です。イーロン・マスク氏は今まで10人以上を自社の車で死亡させながら一度も謝罪などをしていない。最近のアメリカ企業は AI や最新技術を信じすぎて社会に混乱を与えているような気がする。未だ実験段階で実用段階でないのかもしれない。